こんにちは、しみけんです。はい、本日は AV 現場に潜入、はい、ってことお願いします。で、僕も今日現場がここのスタジオである。はいはい。で、ここのスタジオは、まあ、都内でも有数の AV スタジオ。もともとは普通のマンションだったんだけども、火事になって住民が出ちゃって AV スタジオになったっていう。今日入れてもらえると。アポは取ったの？僕取ってないです。え、取ってないの？取ってないです。僕はあれ、僕すみません。そっか、ちょっと聞いてこようか。はい、意外とそういうの話通じる現場なので、はい、ちょっと、あ、ですか。じゃあちょっと待って、ちょっと待ってて。じゃあ行ってきます。赤っ、やっぱダメでした。やっぱ女優さんがの事務所側がちょっとそれはっていうことで、はいはい、それは無理か。え、じゃあ企画終わりじゃん。じゃあ解散。え、どうしましょうね。どうしようか。なんか女優さんが映んなかったら別にいいですよみたいな感じなんだけど、そう、女優さん映んない。あ、まあ男優はいるよ。あ、男優さんいらっしゃいます。うん、今見たら見て。もう車映しちゃいました。柄の悪い。もうナンバーぼかし入れなくていいからね。これは誰なんですか。今、はい、一番現場やってるファイヤーですね。ファイヤー沢野かな。もともと消防隊で AV 出てんのがバレて、でニュースになったの。で、俺はそのニュースを見てたのよ。で、後から、あ、君だったんだって言って、今一番現場回ってる男優ですね。で、もともとレンジャー部隊だった。すごい人命救助、水難救助隊っていう、もう一番なんだろう、難しいところでやっぱ水難救助隊行ってから結構ね、エリートなんですよ。そんな男が、いやでもペニバンで掘られる方がきちいっすって言ってたからね。男優さんのなんか持ち物みたいなやつが気になるんですけど。あー、確かに見たことないね。ちなみにしみけんさんの今日のカバンの中はこんなところに置いてありますけど。俺がやったじゃん、前。まあ、あれからもう2年、3年経ってますから。お、普通よ。へぇー。こんな。なんか入ってたっけな。これ、まあ、勃起飯っすね。勃起飯。もう食べかけだけど、勃起飯。はい、ルイボスティーね。まあ、ルイボスティー入ってる。まあ、ムードンコでしょ。ムードンコ。で、男優の7つセット。お、あと、待ち時間が多いから各種本だね。はい、恋愛心理学とか、ちつけやラジオライフ、ミシュランの、ミシュラン、あと漢方か、漢方、あとね、女優さんのインタビューシーンで使うインタビューカード、はい、なるほど、こんな感じです。素晴らしいですね。なんかアップデートあります？これかな、インタビューカードかな。インタビューカード、これは普通のカードゲームなんだけどさ、はい、仕事で一番大事にしていることは何とかね。 あと、まあこの辺か。これもモーニングルーティーンで飲んでます、ね、そうそう。あとこれ激まずい漢方ちょ飲んでみましょうか。うわ、時間、うん、この漢方はどビルダー水、勃起のためだ。これは前日戦にすごいいい漢方で、これで1万すんの。え、飲んでみる。じゃあ、新しい助監督の増田君に。これめっちゃいいから、前日戦。ああ、体にいいですもんね。体にいい。もううんこみたいな色してるもん。漢方会社の人見てたらどうすんだよ。じゃあちょっと待つか。ちょっと出てくるの待ちましょうか。じゃあ待ちましょう。待ちましょう。はい。ノートも書いてるよ。おー、来た。お疲れっす。お疲れ。今しみけんチャンネル、あの YouTube で、あー、はい、男優のカバンチェックってのやってんだけど今絡み終わり？今ちょうど終わったところです。あ、じゃあ男優名は、あ、沢野ひろむです。沢野ひろむ、はい、今一番売れてる、一番忙しい、はい、月何本ぐらいやってんの？いやー、まあ、波ありますけど、うん、大体まあ
50、60、多くて70とか俺マックスで55本だからね。俺よりも多くいいの、俺のピークの時よりも多いから。今日1個目じゃん。1個目であと3つありますけど。え、今日3つあんの？え、今日何？フォース？今日フォースです。フォース？バカだね狂ってるね。ちょっとね、じゃあカバンチェック、もう時間取らせないんでお願いして。いやいや、本当いいですか。ちょっとここに明るいところに行こうか。男優歴何年？男優歴もう17年にあの例のあれを辞めて。17年？あの消防士だったじゃないですか。前職辞めたのが17年なんです。5、6年ですかね。5、6年で何本出てるの今？いや、数えてないですね。数えてない。何千本だ？このペースでいったら相当だぞ。去年が840とかでした。840本？去年は俺500本だって。だからやばくない？今いくつですか？今今年で31になりました。30、おお、はい、わ、若いんだな。でもちょっと早速、はい、ね、見てください。これは何ですか？いくらするの？あ、もう全然そんな高くいくら言って4、5万とかそんなもんじゃない。4、5万？そんなこれは？これエルメスですね。エルメス、いくら？これこれ20しないぐらいじゃない。20、いい。おー、ちょ、ちょ、お前、時計すっげーの持ってた。ロレックスダイヤ、これなんだこれ、いくら？これは、まあ、150ぐらいじゃない。150で、グッチ、ビトンで、すげーな、これが稼ぐんだぜ。じゃあちょっとカバン中身、じゃあこれね、ちょっとなんか、そんなに綺麗じゃないんで恥ずかしいんですけど。うん、痛いです、痛いです。あ、これはいくらだ？あ、これもエルメスですね。エルメスいくら？これはね、今20しない、10、そうっすね。全部でいくらするの？だから200は超えてるな感じで。ごちゃごちゃしてますけど。見て、かわいい。整理されてる。何これ？あ、これあの髪長いんで、うん、あのヘアバンドですね。ちょっとやって。いや、もう普通に割れる。洗顔とかするときに、うん、こういう割れだよ。うん。してんだ。もう見て、もうね、男優5年6年やってトップになると持ち物がもういいものになって増える傾向にあるんだな。まあでもあれですかね、やっぱ匂いとかすごい気を使ってるんで細かいの。エルメス、エルメス、すんごい整理されてるじゃん。ああ、マカアエンだよ、はい、やっぱ持ってんだ。喉飴とかアドレスケアとか。喉飴、あ、なんで喉飴？あの、やっぱこうイライラしちゃったりした時に、あと咳出せない時とかあるじゃないですか。あ、そういう時にやっぱこう。で、これは？まあ、これはあの現場用のあのサンダルっすね。あ、サンダルのエルメスだよ。エッチ好きなの？エッチ好きなんですよね、うん。現場用のサンダルが。マジ？これだってメインで使うやつだぜ。もう結構ボロボロなんですけど。まあ、スタジオあれじゃないですか、やっぱ汚いよね。汚かったりするんで、そういう マイサンダル。マジで画鋲とか落ちてるし、あのタッカーのね、針が落ちてるし、ね、水虫になるしさ。あと手帳と。手帳。はい、これ何、スケジュール入れてんの？これはスケジュールっすね。こっちとか。びっちり。うわ、すげえ。お休みとかはどうですか？ゼロじゃん。あ、旅行があるぐらい。旅行行ったりとかね、こういろいろありますけど。びっちり。1日4現場。4が普通。うわ、狂ってるな。見ちゃまずいもんあったら言って。見ちゃまずいもん、まあ、ここのマネー関係はちょっとあんまりよろしくないのかな。あ、いいよいいよ、うん、まあまあ普通にも領収書だったり。ちょっとはい、出しましょう。ちょっとはい。え、ギャラなの今？あ、まあ場所によったらはい。えぐー、すげえよく出んな。そんなな、もう出無理だ俺。 OK、わかった。じゃあ、ありがとう。よし、じゃあ、お見送りします。本当ですか？はい。ちょっと出ちゃうんで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい。律儀な男だね。はい。ちゃんと入り時間、5分前にやっぱ歩いてきましたよ。見て。あ、黒いでしょ。これは男優さんだ。これは。男優さんだ。さあ、しおみくんです。男優歴何年ぐらいですか？まあ、1年半ぐらいです。1年半。前職は？前職は自衛隊行きました。自衛隊だ、気合がある。違うんだよ。なんで男優になったの？
もともとやっぱ興味があって、うん、中学生ぐらいの頃、うん、男の仕事じゃないですか。おまあ、自衛隊もそうだし、うん、男の仕事っていうのにやっぱこう、まあ、表と裏もあるもんね、はい、憧れがあった。今まで印象に残ってる女優さんとか作品は？おしっこをめちゃくちゃこうかけられたり、うん、飲まされたりする作品があって、うん、南アルプスの天然水っていう名のもと女優さんがこう大量に、うんうん、僕が浴びるんですけど、うん、それがめちゃくちゃ印象に残ってます。それを超えるものはないですよ。一日中浴び続けるみたいな。風邪ひかなかった？いや風邪はひかなかったんですけど、うん、スーツが自前だったんですけど、うん、自前のスーツがもうおしっこでびしゃびしゃになっちゃって、あ色が変わったみたいな。そう、若干未だに汚れてるみたいな。っていうのありますか？ということで、はいはい、これね待ってたのは、はい、ちょっとシミケンチャンネルで、はい、男優さんのカバンチェックっていうんですよ。受け入れるの早いですね。うん、あのやっぱ何でも言うことを聞きますから、はい、従順なんで。じゃあちょっと、はい、いいですね。はい、はい、ちっちゃい。僕も本当最小限のものしかいつも持ち歩かなくて。ちょっと持ってて、俺のカバン見せるよ。はい、俺のカバンはさ、はい、ああ、すいません。ちょっと持って。ちょっとすいません。失礼。うわ、これもダンベルじゃないですか。これも筋トレ兼ねてるから。これダンベルですよ。ダンベル入ってる。普段じゃあちょっと見せてもらおうか。はい、はい、とりあえず、はい、まあ入ってるのが全部、まあ、あ、性病検査票です。あ、やっぱ入ってるんですね、はい、本当に。うん、はい、オールネガティブです。オールネガティブだ。はい、あります。必須ですよね。必須だね。まああと請求書とか。うん、請求書。お、1万、2万。あ、ロケット。これおしっこなんですか？これそうです。はい、おしっこかけられて2万円ですよ。でね、デジスタさんが。はいはい。まああと、まあ、いつもあれ僕ら通帳とか。なんで通帳持ってんの？なんかいつでも下ろせるようにとか結構やってて。あ、中身。あ、結構持ってんな。そうですね、はい、ちょっと待って、ちょっと待って。結構持ってんな、お前。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1300万持ってんじゃん。あと、まあこっちにも300万ぐらい。すっげえ持ってんじゃん。まあちょっと、一時期ちょっと貯めるのが好きで、今はもう貯めない。すっげえ持ってんじゃん。これ、筒抜けで大丈夫なんですか？まあ大丈夫です、全然、はい。隠すようなことでもないんで。これ、男優で稼いだの？いや、自衛隊のと、まあ、男優のも含めてですね。そんな近くでドアップじゃないですか。男優だって1年半でしょ。1年半でこんな稼げんだ。これすげえ。あと、まあ学生役とか多いんで。いつでもいつでも学生きっちり畳まれてこれが、まあ、あのエチケット用品ですよ。あ、男優セットね、はい、これが、まあ、はい、皆さん持ってるのと同じですけど、うん、いわゆるその歯ブラシとか、まあ、カミソリだとか、うんうんうん、歯ブラシとか、もう最小限の歯磨きとか、まあ、あと予備で一応歯ブラシとあれば、あとは爪切りとか、ちょっと、ちゃんと眉毛剃ったりなんかいろいろあるやつ。眉毛剃る。まあ一応確かに剃ってるね。うん、剃ってるね。うんうん、あとまあ軟膏ですね。あら、オールライン軟膏。オールラインだ。ちょっとちょうだい。はい、アイスちょうだい。ちょっとやっぱここの辺ね。とかまあちょっと。うん、下ちょっと切っちゃった時とか、うん、なんだよ切るって結構なんかでも血出ちゃうこと僕多くてなんかわかんないですけど、ちょっと1年半だとね雑に扱われるのか、チンコ。そうっす、いろいろ。も俺も血尿とか出してたもん。あとね、ハイヒールとかあのストッキングで足こきとかされると。そうっす、はい、それでもすごくて血が、うん、だからもう必須でしたね。男優あるなんかヌルヌルすんなと思ったらなんかさ、なんか液出てんだよね、あの擦れた時に出てくる液。そうですね。うわ、今思い出しちゃいましたね。うん、痛いね。超痛いのあって。わかるよ。おしっこ以上にきつかったかもしれないですけど、あれは。でもそれを乗り越えるとこれだから。1年半だよ。いや、すごい。えぐいよ。あとこれ。あ、出た。はい、あ、いや、これ買ったんだ。見たことある。これそうです。これあの真剣さんからあの買ったんだ。お勧めされたんですよ。はい。リチギだね。めちゃめちゃ力説されたんで、はい、うん、すいません、これはもう買うしかないと思って。すいません、なんかやっぱでもいいじゃないですか、その成分的に。ちょっと恥ずかしい。分かったよ。なんかパワハラしてるように見えてくるから。じゃあ、すいません、ありがとうございました。頑張ってご覧ください。じゃあ、よし、はい、行きます。はい、ありがとうございます。ということで、面白いね。いや、なかなか面白かった。衝撃的だったのが、26歳であんな貯金あんだっていう。いや、よかったわ、うん、あと、やっぱ律儀な性格でシトハル買ってたね。あれ買ってた。シルケさんがおすすめしてた。俺、最近かなりいろんなところでおすすめしてるから、はいはいはい、そろそろ案件あってもいいような気がするんで、よろしくお願いします。
バイタスさん、バイタスさん本当に広めますから、僕広めますから。見てるかな。はい、ということでまたお会いしましょう。さよなら。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ここのチャンネル登録ボタンっていうのをポチッと押すだけでお金も時間も一切かかりません。わかりますよ、僕のチャンネル登録恥ずかしくできない、デートの時にね、チャリンチミケンチャンネル更新しました、気まずい雰囲気流れる、いや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 、でもねお願いします。管理画面で見ると未登録者数が 70%、 チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションも動力も上がってみんなに有益な動画を作ってきますので、ぜひチャンネル登録ここポチッとよろしくお願いします。